そうそう、うんうん、明日自分が何やるかが一番大事だと思う、うんうんうん、だから意識を今と、うん、今の積み重ねが未来につながってくるわけだから、うんね、はい、やっぱり今に意識を向けるっていうことが、うんうんうん、やっぱりすごい大事なことだと思います。ね、で今日がやっぱり再生の場でしょ、はい、そうだ ね熊の再生の場も本当タイムリーだなって思うんだけど、はい、生きたまま再生ができる、そうなんですよ、すげーね、だから今からなんです、本当に今から積み重ねていくと、うん、本当にまた未来って絶対変わってくるんです、うん、だってこの365日の積み重ねが1年後でしょ、うん、じゃあここから今まではどうだっていいんだよね、そうだ、うん、あの本当に今までの概念でものを考えないっていうのはやっぱり今の流れなのね、うん、宇宙の流れというか、うんうんうん、でそこで新しい自分がこうなりたいっていう方向に向かって今日からそれを積み重ねていく、うん、そう確実にそっち方向に行くはずだから、うんうん、見えるね、うんうんうん、